こんにちは。アマゾイサポーター、堀秀夫です。海外輸送サービス、EMS と航空便が復活しました。しばらく休みでしたけど、やっとね、オーストラリアへの航空便、EMS 復活しました。それでね、えー、まあ、航空便と EMS どっち使えばいいのってことなんですけど、 国際便の中でね、最優先に扱われるのが EMS。で、その次がね、えー、航空便ということなんですけど、まあ、料金ね、もう、ほぼ変わらなかったり逆転しちゃってるんで、EMS を使って納品するのがおすすめです。例えば、10キロ前だと23,500円。これが EMS の料金。航空便の料金だとね、23,200円。300円しか変わりません。えー、そうなるとね、えー、まあ、少しでも払い EMS が、 よろしいんじゃなかろうかということなんでね、EMS を使って納品してください。また、この国別、地域別のね、えー、差し出し確認で、まあ、念のため確認しながら、ね、EMS、ね、使えるんだというのをね、えー、確認して納品作業を進めてください。また、送り方のね、確認事項、この輸送方法でいいでしょうかというようなのね、ありましたら、またご質問をお待ちしてます。アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。